もうこのシリーズは終わりです。今までありがとうございました。え、お前何してるの？ということで皆さん、前回私はめちゃくちゃ荒らされたんですよ。そう、マジで許さねえ。ってことで今回は私が復讐として荒らしたドッキリをしていきます。お前だと本当にやったって思われそう。ちなみにもちろんこれはサーバー管理してるマネージャーの錦蛇にはバレないように、あいつが病院に行っててネットに浮上してない間に荒らしていきます。計画的犯罪でくさにょん。そしてドッキリの内容なんですが、まずはワールドデータを私のパソコンに保存した上で TNT でめちゃくちゃ荒らしていきます。そしてこのドッキリの内容を知ってるのは、現在ニートで昼間に遊んでる無能と、あ、これ無能っていう名前ですからね。私がバカにしてるわけじゃないですからね。そして受験に合格して学校をたまたま休んでる麦です。これ以外の人は一切知りません。学校から帰ってきてマイクラするかってマイクラを開いたら、めちゃくちゃ荒らされてるんだけど、やばい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 。僕たちが今まで頑張ったのはどうなるの？っていう感じで絶望するはずです。私はその絶望する姿を見たい。最近こいつらは楽しくマイクラをやってほのぼの生活している。私はそいつらに教えてやりたい。お前らルキルチャンネルはそんな平和なことを続けると思うなと地獄を見せていきます。本当に性格弱ってると思う。それじゃあまずは裁判所を破壊。あ、そういえばこれがドッキリってことを知らない動画犯人なんて説明するかっていうと、いやーちょっと TNT で遊んでたらワールド破壊しちゃったって言います。遊んでてワールド破壊されたとか動画犯ガチで絶望するだろ。よし、こんな感じでそれぞれの動画犯の家にもまんべんなく設置して、うわあ、間違えて感圧板踏んじゃったー。待て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 、おいこれドミノみたいにめちゃくちゃ爆発していくじゃん。そう一気に爆発させたかったのに。というか今更だけどこれサーバー耐えきれるのか。いや今回私はちゃんとしたサーバーを契約してるので大丈夫ですね。強いて言えばめちゃくちゃ今回線が悪いのでそっちで起きるかもしれないです。よしこれで TNT は全部設置したわよ。あとはあいつらが学校から帰ってくる前に爆発させて絶望してるのを見るだけの最高の瞬間ですね。最低の瞬間だよ。え、赤い線悪すぎてマイクラ落ちたわ。やべえやべえ、再ログインしないと。いやいやそこまで回線死んでるってことはないでしょ。待ってこれ家の回線完全に終わったわ。それじゃああいつらにわざと爆破されるところを見られたらまずいので、パパッとパチモンスパイダーマンに着火してもらうわよ。スパイダーマンに謝罪してほしい。着火したー。よしもっと爆発しろもっと爆発しろ。頑張って育ててきた羊が死んでいってるよん。うわこれは。よし次は牛がいっぱいいるところに、はい着火。うおーおー逃げろおお。なんかお前ら嵐普通に楽しんでない？いやー前回荒らされてめちゃくちゃ嫌だったけど、荒らすのは楽しいですね。まずいどんどん良くない方に染まってってるよん。オラー作業中が頑張って作った畑も全部破壊だー。あこれを見てる皆さん安心してくださいね。ちゃんとワールドデータは保管してあるので元通りにできます。私はただ動画班を絶望させたい。そっちの方が立ち悪いにょん。よしじゃあ最後にめちゃくちゃでかい TNT を爆破しますか。やっせーこれ私のパソコン耐えられるかな。よしなんとか耐えられたけど、これガチで絶望するんじゃない？もうこれだったら初めからやり直した方がいいまであるのぜ。いやーそれじゃあ次は今回協力してもらう無能にこんな感じで書き込んでもらいます。学校が終わってみんなが帰ってくる頃に。え？なんでこんな風になってるの？って言ってそこで私は、いやーちょっと TNT で遊んでたら間違って爆発させちゃった。そして動画班は私にどんな反応をするのか見ていこうと思います。今背景で私がクリエイティブを使っているのですがもちろんワールドデータは全部、荒らす前に戻るので安心してください。ということで何も知らずにみんながやってきました。いやーみんなガチで驚いてますねー。お前これ見てニヤニヤしてるの性格悪すぎだろ。僕もうまいくらやめようかな。あ、一人はガチでショック受けてますね。やっせーかわいそうになってきたわ。次は誰が犯人か疑い始めたよん。いやーアホですね。こいつらは、こんな荒らすのは直接サーバーに関わってる私しかできないのに、じゃあ私も白々しく誰が荒らしたか切れておきますか。とにかくラルさんはサーバーのコンソールを確認してきてください。あ、オッケー。でもこれコンソール見せちゃったら時間帯的に私がやったってことバレちゃうな。あ、そうだたまたま別の日のスクショあったからそれでごまかそう。撮影日2月だけど1月のスクショ送ってもあいつら気づかないでしょ。お前はどんだけ動画班のことをアホだと思ってるんだ。あ、私含めていろんな人が疑われてますね。あ、でもこの流れだと前回荒らした非常口っていうやつが犯人になりそう。いやー見ててめちゃくちゃ面白い。お前やってることガチで悪魔だからな。それじゃあ私も便乗して送っておくわ。これで私が犯人になることは避けられたはず。なんでお前のんきに竹切ってんだよ。犯人探しは難航してますね。これはもう私の日付がおかしい。え、今日2月5日だよね。それなのになんでここが1月29日になってるの？ですね、なんかバグったんじゃないですかね。その言い訳は無理があるだろ。これお前が荒らしたんだよね。バレてしまったら仕方ない。こうなったらとことんサーバーが落ちるまで
らしてやるバカ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 、お前これ以上爆発させたらシリーズが復活できなくなるぞ。いやお前も前回荒らしたからトントンだろ。そう言われると言い返せないけど、これは復旧できない規模だぞ。へっへっへ、ここに私が着火したらどうなっちゃうかな。お前らが今まで頑張ってきて作った建築物は全てぶっ壊れる。そして再生数が良かったこのシリーズもこれで最終回になるぞ。再生回数取れるシリーズが終わってダメージ食らうのはそっちでしょ。あ、それはそっか。いやでも私は覚悟を決めたわよ。よし、苗木を設置して木を育てて。うん、お前何してるんだ。そしてこの木に着火。これで TNT に火が燃え移った瞬間爆発しますね。やってることマジでサイコパスにょん。あーもうめんどくさいから直接着火しよう。オラ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 、祭りだ祭りだ。やべー、逃げろ逃げろ。うん、かわいそうなことにみんな死んでいってますね。全部お前のせいだけどな。まあ一応もう一個着火しとこ。オラー、これでこのワールドは破壊だ。ということでそろそろネタバラシしたいと思うんですけど、実はドッキリはここからが本番なんですよね。え？実は今まで皆さんに見てもらったのは、すべて台本を組んだ上で成り立っていたやらせ撮影だったのです。でもやらせなんて見てて面白くないですよね。今背景で流れてるのはネタバラシをした時の録画です。ここに流れているチャットもすべて全員ドッキリだと知った上で、あたかも今ドッキリのネタバレをされたみたいな雰囲気でチャットをしています。お前このラルキルチャンネルがそんな甘いことをすると思ったか？ということでここからはやらせ撮影に加担していた動画班に逆ドッキリをしていきます。おいこいつとんでもないことしようとしてるって。まずはあたかもドッキリの撮影が終わってもう一本撮影する雰囲気を出します。そしてサーバーを再起動して本来ならワールドが元通りになっているところを間違えて私が企画ラフトのワールドデータを消してしまって復旧できないという本当に動画班内の空気を地獄にしていきます。ということで再起動が完了しました。お早速異変に気がついていますね。でもまだ現実を受け入れられてないみたいです。お一人これがガチだと思い始めた人が出てきましたね。まあさっき次の撮影するからデータ戻すよって言ってデータが戻ってなかったらそれは焦りますよね。全員焦って明らかにチャットのスピードもさっきより速くなってます。ちなみにこれ裏でボイスチャットをしてるんですが、本当にお通夜みたいな雰囲気になってます。そして肝心のネタバレなんですが、ネタバレはこの動画を使ってします。なので動画班は撮影してから投稿されるまでの1日以上本当に企画ラフトのデータが吹っ飛んだと思って過ごしてもらいます。お前これはやってることガチの悪魔だろ。あーでもこいつら立ち直り早すぎて次のシリーズ考えてますね。なんで一瞬で立ち直って次のシリーズを考え始めるの。メンタルバケモンだろこいつら。しかもこれ何が厄介かって、動画でネタバレするからここでこいつらが新しいシリーズ始めるの止められないんだよな。ドッキリしたやつが被害食らう系なパターン。ついには復興作業をするやつまで現れました。ねえ、なんでみんなそんなポジティブなの。普通ガチで消えたらめちゃくちゃ萎えるよね。なんで新しいシリーズについて考えたり復興作業普通にできるの。お前ら全然絶望しないじゃん。え、おいこいつらアスレ作ってこの環境を楽しみ始めてるって、とんでもなくメンタル強くて草。ということで動画班へ、この動画が投稿される頃にはワールドは元に戻っていると思います。でもなお前ら、ワールドデータが消えたのにあんま悲しまなくて面白くなかったから、TNT と6個使ってこんな風に荒らしておいたからな。やってることただの害悪行為やんけ。ということでこのシリーズで撮影をする人も募集してるのでよかったらコミュニティを見てみてください。こんなドッキリをしても耐えられるメンタルがイカれた人をラルキルチャンネルは求めてます。ちなみにまともな人より頭がおかしい人の方が採用枠が断然多いです。本当に狂ってると思う。あとアンケートの一番上にあるみんなこれ読めよ。先に言っておくと理不尽な扱いされるからな。皆さん応募するときは慎重に。それじゃあバイバイ。